皆様、こんにちは。テノールの小堀雄介です。本日は、越智晴子さんと一緒に2曲アリアをお届けしたいと思います。越智さんとは、新国立劇場のオペラ研修所時代に知り合いまして、そこから最初の2014年、僕が静岡国際オペラコンクールに参加をした2014年、そして次の回の2017年と続けてお世話になった方です。ですね、折に触れて歌をたくさん、愛好するチャンスはたくさんあったんですけど、っていうのは小学校の4年生から6年生まで合唱部に入っていて、で中学校に上がってからバレーボールをやってたんですが、それも3年生の時に、特設合唱で、高校も弓道部をやりつつ、3年生のもう終わりになってと、合唱の方に入れていただいて、で高校時代はずっと3年間音楽をとってたので、ずっとこう歌うことは好きではいたんですが、具体的にオペラ歌手っていう風になると、やっぱり大学入ってからっていうことになるんですが、大学入って僕の師匠の舞台があって、その舞台を見に行った時、演目がプッチーニのトゥーランドットだったんですね。で師匠がカラフを歌われてて、で1幕の最後のフィナーレで、もうドラを鳴らしたあそこの瞬間に、もう一斉にオーケストラと合唱とかブワーって音を立ち上げていって、その中でソリストがターンって歌ってトゥーランドっていう、この瞬間もうなんか身震いするほど感動して、気づいたら涙が流れてたんですよ。でいや、こんな素晴らしいものを人間が作れるんだと思って、なんかエネルギーのうねりみたいなのを、もうものすごくこうドドドドドドドって浴びてたような感じがして、でこの舞台に立ちたいっていうふうに思ったのがもう一番最初でした、はい、そうですね。やっぱり、随分そこから先、大学の1年生か2年生ぐらいにその一番のファーストインプレッションを受けて、でそこからずっともう勉強で怪我したりもして、大変な時期は長かったんですけど、留学から帰ってきてで一番最初に琵琶湖ホールで連隊の娘を歌わせていただいて、僕トニーを歌わせていただいたんですけど、その舞台もものすごくこう自分のそのなんかようやくプロとしての初めてのオペラじゃないですけど、しかもそのトニオっていうその主役を歌わせていただいた時に、やっと何か一つ自分の中で形になったかなってっていうのはすごく思いました。で、それと同時にその翌年に、ロッシーニのチェネレントラを、東京の藤原歌劇団と、それから大阪国際フェスティバルで2本立てでやらせていただいた時もドン・ラミーロを歌わせていただいて、それもやっぱりもうなんか、なんて言うんでしょうね、留学前から新国立劇場のその3年間ロッシーニにレパートリーを変えて、1年の留学期間を経てやっとそのロシーニを歌える、その日本でプロとして歌えるっていうので、すごく思い出深い舞台です。そうですね、僕一番最初が2014年の、第7回のコンクールから参加させていただいたんですが、やっぱりこのオペラコンクールの一番の特徴でもあるその二次試験の内容がやっぱり一番大変でしたね。そのオペラ一本勉強して、でそれの当日っていうか、どこが当たるかわからないで、当たったところをアンプして、しかも演技をつけながら舞台上で共演者のいない中で自分のパートを演奏しなきゃいけないっていう、これはなかなかオペラの現場行ってもないなっていう感じなんですけど、でもすごく勉強になりました。あの方式でもうとにかく一人で演奏するっていうこと、だからその周りのパートも全部頭に入ってないと出土地したりとかあるわけなので、そういうところをしないように、もちろんそうですし、ちゃんとそのキャラクターの心情を舞台上で表現できるかっていうところも自分の課題だったので、すごくなんか一次試験よりも三次試験よりも二次試験を僕は楽しんで
歌った記憶があります。すごくこうワクワクしながらやってました。まあもうそうですね、やっぱオーケストラと一緒にやれることも楽しいですし、何よりあれだけのホールでたくさんのお客様に見ていただいて聴いていただいてる中でこう自分の歌を演奏できるっていうのはこうエントリーしてみないとできないことですし、選んでいただいたからできるわけで、1時2時3時とやっぱりその一つの関門を越えていく、行けば行くほどこうワクワクしていくというか、そんな気持ちではいました。今の自分のそのオペラ歌手としてのキャリアにもすごく役立ってると思います。はい、そうですね、やっぱりゼッタ先生お亡くなりになってしまったんですけど、僕その2016年のロシーニオペラフェスティバルのアカデミアで直接ご指導いただいて、でゼッタ先生から宿題をいただいてるんですが、やっぱりそのアカデミーにで、まあ、ちゃんと参加して、で乱世の旅も出演したっていうところもあり、でそういったメンバーに対して必ずゼッタ先生がこのロッシーニの音楽っていうのを世界の歌劇場で自分の体を持って表現していくことをこうこのアカデミアの至上命題としてやってるから、そこをちゃんと自分の歌を通してロッシーニの魅力を世界に発信できるような歌い手になってくださいっていうふうに言われていて、今その宿題をこの長い、まあ、あと何年かな、10年か20年かキャリアを積んでいく中で、日本もそうですけど世界を視野に入れてロッシーニの魅力を伝えていくっていうのをまずはやらないかなと思ってます。はい、今年はですね、日生劇場で、セビリアの理髪師が、2年越しのセビリアの理髪師が上演されるんですが、そこでアルマビーバをようやくロールデビューさせていただけることになったので、今それの準備真っ最中です。それと8月に泥棒笠崎も、これも去年やるはずだったものが延期になってしまったものなんですが、大阪の方で予定されていて、今年は結構ロッシーニを1年間通してずっと歌う予定でいます。はい、頑張ります。1曲目に演奏いたしますのはロッシーニ作曲のオペラ泥棒カササギよりジャンネットの歌うアリア、おいでこの腕の中にをお届けいたします。このアリアは戦場へ行っていたジャンネットがようやく帰還し、自分のふるさとに残してきた許嫁であるニネッタのもとへ、自分のそれまでの辛かった思い、苦しかった体験を胸に秘めて再会の喜びを爆発させるアリアです。戦場において敵を目の前にしても、僕には君の顔が見えていた、君に会うために僕は生き延びて今こうしてここにいるんだ、この胸の中にある喜びというのはどういうふうに言い表したらいいのか、それはわからないけれども、とにかく僕は今最高に幸せだよ、というふうな内容を前半のカンタービレの歌い方と後半アジリタを含む喜びを爆発させるとてもエネルギッシュな楽曲とで、とてもメリハリのあるアリアになっています。どうぞお楽しみください。Vieni fra queste braccia
2曲目にお届けするアリアはロッシーニ作曲の主のイタリア女よりリンドーロのアリア、愛しき人に恋焦がれをお届けいたします。このリンドーロという青年はイタリア人なのですが、アルジェリアの地に奴隷として働かされています。彼はふるさとのイタリアにイザベッラという恋人を残してきており、彼女に今はなお会うことがかなわず、自分は奴隷として苦しい仕事に就かされている、解放されるともしれない今のこの苦しみの中で唯一の心の支えがイザベッラただ一人です。彼女に会うためにこの彼女との再会を願って歌う前半と後半は、彼女の存在こそが自分の心の支えなんだというふうに喜びを歌う部分とで二部構成になっています。ロッシーニの描いたテノールの切ない恋心をどうぞお聞きください。Forse verrà